プロ野球各球団最後の連覇、日本って9球団しかないんやな。1936年からあるのに連覇したことがない球団は存在するらしいな。チナトラヤがやっと今年連覇童貞卒業できますわ。今年阪神が連覇するからセパ全球団達成か。ドーピングしといてよかったわ。阪神もあるやろ。37、38が広島のドーピング3連覇は無効や。近鉄と海運球団弱すぎだろ。何かと広島やヤクルトをバカにしてるやついるけど、はあ、来年連覇達成できるか不安なんだ。偽物の連覇なんか最初から誰も期待してないぞ。ロッテが連覇するとき変わってきてるうちに来るんかな。役は優勝回数も日本一回数も多いし、交流戦最高勝率とか最速マジック点灯とか史上初の11球団連続勝ち越しとかやってるもんな。そもそも優勝できない横浜には縁のない話なのであった。ご視聴ありがとうございました。